皆さんこんばんは。澄み渡る夜空の下、スタジアムは試合開始の時間が近づいてきました。注目の一戦をお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。セリエ A のこの一戦、注目を集める試合になるでしょうね。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日の陣形は再び流行の兆しが見える一般的な 3-5-2 です。守備と攻撃の切り替えがポイントですね。主審の笛で試合が開始されました。フェデリコ・ベルナルデスキディフェンダーがここで食い止める。ロドリコ・デパウル、ロベルト・ペレイラに渡ったスペースへのボール、ゴールにつながるプレーとはなりません。スローインでの再開はウディネーゼボールです。今日のホストチームですが、今シーズンは守備の脆さが成績にも現れています。簡単に失点するシーンが多いですよね。要となる選手がおらず、連携が取れていないことが原因でしょう。ドルベリ、ボールを奪った、いいタックルでした。相手に奪われます。ドルベリ、キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。コーナーキックになりましたね。中に入れた、これはクリアしきれないか。見事なブロックです。レアンドロ・ダミアン、レアンドロ・ダミアン、レアンドロ・ダミアンだ。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。ロドリコ・デパウル、周りをよく見ています。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。ボールを奪われます。ロベルト・ペレイラ、流します。ウディネーゼに対してファールがありましたが、流しました。オフサイド、これは際どい判定ではないでしょうか。いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。
スタジオから情報が入ってきました。他会場の試合で得点があったようです。はい、最初のゴールがボローニャに生まれました。現在スコアは1対0。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。レフェリー、イエローの判定です。妥当な判定かもしれません。このフリーキックは大きく外れました。完全なミスキックですね。どこを狙ったんでしょうか。フェデリコ・ベルナルデスキ、レアンドロ・ダミアン、ドルベリ、レアンドロ・ダミアン。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。ラーセン、これは見事なパスカットです。レアンドロ・ダミアンだ。素晴らしいパス、キーパーが止めましたがボールは生きています。結局キーパーがボールを確保しています。なんといっても最初のビッグセーブがお見事でした。これを決められなかったのは痛いですね。2点差にしておくと余裕ができますから、こういうチャンスを逃してはダメですね。フェデリコ・ベルナルデスキ、このパスは通らない。ボールを失った。ロベルト・ペレイラ、ロドリコ・デパウル、ここはパスミスになりました。ボールを失います。ゴール前に入ってきました。中の選手を狙ってきた。ボールをクリアしました。ホイッスル、ウディネーゼボールです。レフェリー、カードは出しません。注意で済みました。お互いヒートアップしてきてますね。これはよく見ていた。キーパーがキャッチしました。ドルベリ、このパスはカットされました。相手ボールになります。今のプレーにはカードが出されるでしょうか。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。ドルベリー、絶妙なパスが出ました。キーパーの好セーブに止めたが抑えられない。さあどうなる。ボールは相手に渡りました。ゴールチャンス、ポストに当たって入りました。あんなところでインターセプトされたらダメですよね。結局相手の得点を許すことになりました。何を焦っていたんでしょうか。違うアングルから見てみましょう。
監督も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。ウディネーゼのキックオフで後半開始です。ロドリコ・デパウル、オカカ、ウディネーゼがフリーキックを獲得しました。直接ゴールを狙うか迷う距離ですが、何をしてくるんでしょうか。見事なロブパス、これは狙えます。入った、ゴール。浮いたボールを体をひねりながらシュートしてきました。なんというテクニックでしょう。映像が来ました。敵の頭を越えるパスでチャンスを作り出します。そして狙いすましたシュートをゴールに沈めました。美しいミドルシュートでしたね。別の角度からご覧ください。ロドリコ・デパウル、ボールを奪われます。ドルベリ、素晴らしいパス、ヘディングで決めた。映像が来ました。クロスの上がった先には味方がいます。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。この角度からも見ましょう。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ボールを中盤でカットしました。オカカ、いいところに出します。フリーの選手がいる。ヘディングは枠。クに行きません。うまく当たりませんでしたね。フェデリコ・ベルナルデスキ、ドルベリ、ベルナルデスキ、ディフェンスがクロスをブロック。相手陣内でインターセプト。イエス、ゴール決まった。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。
盛り上がりを見せるセリエ A ですが、ここでホームチームの次節の対戦相手をご覧ください。ロドリコ・デパウル、フェルナンド・ジョレンテ、スペースへのボール、最高のボールが出た。完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。ドルベリー、このボールは決定的、決まった、ゴール、ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。最後はボレーでしたね。取り返したボールがちょうどいいところに飛んできました。それにしても豪快なシュートです。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。デウロフェイ。スタジオから情報が入ってきました。他会場の試合で得点があったようです。はい、1点目のゴールがジェノアに生まれています。現在スコアは1対1、時間は71分を過ぎたところです。ゴールを見る、ループ気味にゴールを狙いました。チップシュートで決めた。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。最後はキーパーをよく見て浮かせてきました。賢いというか狡猾というか、憎いプレーですね。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。予想通り格上チームが堅実な試合運びをしていますね。そうですね、プレーに余裕すら感じさせます。ジョレンテ、カットしたのはラビオ。ではここでこのまま行きたい、よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。レアンドロ・ダミアンだ。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。リプレイを見てみましょう。ここからワンツーでテンポよく抜け出します。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ロベルト・ペレイラ。さてスタジオから情報が入ってきました。他会場でスコアが動いたようです。はい、2ゴール目がボローニャに生まれています。現在スコアは2対1、時間は82分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。ゴール前に入ってきた、ゴール。試合終盤ですが諦めていないようです。そうですね、ですが残り時間を考えるとこの得点差は厳しいかもしれません。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。
これは見事なインターセプト。チャンスです。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。ゴールデルディネーゼ、ボールを奪われました。ボヌッチが読んでいました。ウディネーゼ、フィニッシュまで持っていきたい。仕掛ける前にボールを奪われました。ドルベリー、またパスが通ります。この選手から何度もいいパスが出て、ゴールは見えるか。1対1からシュートを決めるだけという場面でしたが、ミスになりました。プレッシャーでしょうか。考えたことに足がついていかなかったようですね。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はアウェーチームの敗北という結果に終わりました。負けるにしても意外なほどやられてしまいましたね。